Welcome to シルイちゃんのシルイです。シロコレ始めちゃいました。 3% の星6を引いて、私ですね、ちょっとテンションがググッと上がっております。名古屋城、名古屋な名古屋なって言い出した。 23% で、出陣しましょう。レル結構使うね。結構使いますよ。武士の治れよ。こやつだけは、こやつらさ、もう死んでしまうに。その時だった。正常なる人に咳を切った。やっぱ方ですね、うん、この辺あれですわ、千年他のゲームのタワーアイギス似てる。次のルートが分かんないからさ、アマゴ重粒子にかかれば敵ではありません。今こそネズミが虎になる時です。伊賀衆の働きどころ皆の者、行くぞ行くぞ。捕獲できるのかな。ちょっと待ってください。ケムシに餌をあげてを殲滅です。ね、結構カツカツじゃね。奇跡を起こす。起こしてみせます。全戦全速前進、砲を上げよ。上格の力お見せします。これも任務のうち、お覚悟を。お覚悟、敵を殲滅です。火竜の剣、なんか出した。第2波計略って特別能力です。分かってないよね、どのくらい使うのか。セルで叩かれると痛いよ。善に従うだけです。戦いが、戦が我を呼んでいる。難攻不落、行くぜ。最初のゴール、
ここは私にお任せください。どんぼ切りから逃れた者などおらぬ。危なくね。これも二の道、お覚悟を。敵を殲滅です。悪いです、そこをどいてください。ボスクラスやね。まあだけどこれ大して終わりじゃん。いちいちが巨大化の状態維持されて、せーへー、あー経験値半分、なるほどね。絶対してまた出れるの、巨大化の回数をしてる。結構あった、あった、やったね。最初夢を見てるのか。かぶりよくて。陸上はこっちになるのか。こっチュートリア終わりました。日の矢城とは趣味は料理と書道と茶道や華道。結構収益、そう収益性を上げたんだな。今まではそういうのが割とそのいわゆる無課金で全然プレイできちゃってたんで、そういうのも含めて収益性をかなり上げてる感じですね。
せっかくだから包丁を使いましょう。これも以前撮ってたやつですね。この舞台でやりつつ、ね、鬼ヶ城とかこの辺結構ね、強化できたりとかしたんですけど、まあどうなんでしょうね、ちょっとまだ分かんないですね。どんどんレベルが上がるんで、上げていって、本州どういう方向から来るのか、アマゴ重勇士にかかれば敵ではありません。今こそネズミが虎になる時です。戦いが、戦が我を呼んでいる。敵を殲滅です。伊賀市長の働きどころ、皆の者行くぞ。近代城郭の力お見せします。奇跡を起こす
起こしてみせます。ルエ、やべ、で回復してるから大丈夫だよ。それなりにこの辺を敵を殲滅です。これも任務のうち、お覚悟を。トンボ切りから逃れた者などおらぬ。難攻不落。いや、殿頑張るから殿強いから。前線全速前進、砲を上げよ。これも任務のうち、お覚悟を。やべ、トム頑張って。トノゲーです。善に従うだけ。撃って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 。これも任務に。戦場ではためらわぬ。お、ごめん。範囲が広くなった。善に従うだけです。敵を殲滅です。やべな。火牛の剣、敵を殲滅。雲州の狼をなめないでください。おから逃れた者などおらぬ。うちに任せてくれんね。トンボ切りからの天下の三名僧たるゆえんを教えてやる。善に従うだけです。火牛の剣クリア。ちょっと割と忙しい出来な。てか殿強いな。
ご機嫌いかがですか。私は鹿児島城と申しますの。魂が弱い。そんなすごい。次レベル上がるから、めちゃくちゃ。これ一本道の方がいいね。やりやすい。というわけでございました。あれこんなとこできんのみたいな。そういえば結構長くなっちゃった。そんな感じでございます。まったりとやっております。ちょっとシステムを今理解しつつ、っていう感じですね。タワーディフェンスの基本は抑えているので、あとは、まあ、強化とかその辺をちょこちょことやっていきつつは、まずはストーリーを進めていきたいですね。それでは、ここまでです。次回ここから最後まで見てくれてありがとうございました。シュウミでした。